これすごい魔法みたいです。マジックかけられてるみたい。皆さんこんにちは、いつもありがとうございます。いやー、今映画見てきたんです。これずっと見たかったんですけど、これね、もしも徳川家康が総理大臣になったら、先月末に公開されまして、ようやくです行ってきましたけど、ご覧になりました？いやね、よかった。いや正直ね、こんなに、まあごめんなさい、いやどんな目線だっていう感じですけど、正直そんな期待してなかったんですよ。なんかお笑いでね、笑って笑ってなんかこうパロディしてっていうちゃんちゃんって感じなのかなって思ってた。いやー、ちょっとね、今この最初の感情と全く違う感情がフィニッシュされてるの。これすごい魔法みたいです。マジックかけられてるみたい。いや、あのですね、もうですね、何から言おう、今今見てきて、今ちょっと近くの公園に来て、動画回してるんですけど、最初はね、すっごい笑ってるの、ずっと笑いっぱなし、もうね、肩をひくひくさせながら、なんか笑っていいのかななんて思いながらの、ちょっとずっと笑ってるって感じなんですけど、でもね、だんだんもうその世界に入っていって、で最終的に考えさせられてるの、私自分が。で、自分はどうなのかっていうのをちょっとね、道徳的に考えさせられてる、そんな自分がいるんですよ今。いや、これね、なんだろうな、大人になった自分も楽しめるんですけど、子供たちも楽しめる。で、こういった歴史もの、いや歴史ものっていうのか、いや言わないよな多分な、なんて言うんだろうな、なんか歴史をね、苦手意識を思っている人にはまず見てほしいし、取っかかりになりやすいし、でかといってこう史実に忠実なのかって言ったら、それは違うのかもしれないけれど、ただまあ違うのかもしれないというか、全く違う。だってそもそもだってありえないじゃないですか、聖徳太子と徳川家康が一緒にいたりとか、そんなことありえないんで。なんですけど、歴史上の人物の個性がそのままに生かされつつ、現代に生きてたら、確かになって、そうなっただろうっていうことも落とし込むことができつつ、さらに全てがね、全てに笑いが閉じ込められてるんですよ。その笑いというのが、いろんな笑いがあるじゃないですか、爆笑なのか、またそんなことっていう笑いなのか、なんて言うんだろうな、ちょっと言葉をね選ばずに言うと、くだらないなって思うことがたくさんあるのかもしれないけれども、でもそれを真剣に、しかもそうそうたる俳優さんたちがやってるわけです。しかも演技力バキバキに、なのでめちゃくちゃ豪華なコントを見てる感覚になるわけですよ。最初は本当に豪華絢爛なコントだってね、野村萬斎さん率いる総理大臣ですよ。でさらに竹中直人さんとか GACKT さんが脇を固めて、で水木有沙さんとか出てらっしゃるんですけど、最初気づかないから、どこに出てるって、あ、この方みたいなね、もう本当に立ち居振る舞いからなんから喋り方からなんから、どこにも水木有沙さんいないから、まあそんなことも含めで、もう壮大なるコントを見てるような感じなの、豪華絢爛な、まばゆいしね、見た目もね、衣装もそうだし、メイクもそうだし、素晴らしいんですよ。で、そんな中、もうコントを見てるようなまま、笑ったりするんです。笑ったりって、もう笑ってしかいないけど、最初はね。で、今日、ね、お客さんも他にいらっしゃって、で、他のお客さんも笑っていいのかなっていう感じで、最初はね、クスクス笑ってたんですけど、で、大爆笑っていう、そのドッカーンっていう笑いではない。ですが、ただずっと面白いっていう、そんな感じなんですけどね、途中からね様相が変わってくるんですよ。そう、なんかね、途中から様相が変わってくるというのは、その
最初はねめちゃくちゃコントみたいな感じでね見てるっていうか、そんなタッチですごい大物俳優さんたちがめちゃくちゃ真剣にこんな言葉言うみたいな感じのねことを言ったりだとか、もうもちろんね、そのなんだろうな、脚本もうやっぱ構成も素晴らしいね、こう落とし込んでいくのかっていう感じなんですけど、うん、まあ面白く拝見しましたよ。で、あ、ダメ、面白くってこう簡単な言葉で言っちゃいけないな、本当にね、なんかね、本当にこうその世界に引き込まれるような、歴史上のコントを見てる感じなんですけど、でね、なんですけど、あの唯一ね、その現代劇として立ち回りをしているのが浜辺美波さんなわけですよ。で、浜辺美波さんが出てることによって、ああこれはコントじゃない、映画だってい う, こう現実の世界にこう戻してもらえるんですけど、ただね、途中からあの我々が浜辺美波さん側になる、つまり、令和の人間みたいな、トーンで見ているというか、見てるって、まあ、令和の人間で見てるんですけど、そもそも。なんですけど、動きがね、流れがね、サスペンスと言ったらいいのかな、コメディからサスペンスになってくる、うん、ですよね。だからそれはいわゆる歴史上のミステリーみたいなこと、歴史上のサスペンスもしっかりとこうね盛り込まれてる感じがあるわけです。はあっていうね、なるほどな。でね、私すごくね分かりやすくて好き、本当になんかあの単純明快なんですよ。単純明快だからとても好き、分かりやすいから、難しく考えずに理解できるし、ストンと笑えるところは笑えるし、考えさせられるところは考えさせられるし、え、何何何ってこう懐疑心を持って見るところはしっかりとこうね一緒にこう疑ってみたりとかすることができる、エンターテインメントとしてすごくね、非常に魅力いっぱい溢れる作品で、やっぱりね最終的にね、やっぱこう私親目線で見てしまうんですけど、これはね、うん、我々親世代が見てみたいし、あと子供たちにも見てほしい、すっごく子供たちに見てほしいのっていうのが、なんかすごいね強いメッセージ性がそこにはあって、その映画そのものにね、だからもしとくもしとくっつって、もしも徳川家康が総理大臣になったらっていうトーンで、あのコメディタッチで描かれるんだけれども、最終的に自分の心に残ってるのは、ああ私もしっかりと目の前の情報に踊らされることなく自分の頭で考えて、自分の意思を持って決断していこうっていう、そんなね道徳的なこの後味というか、これなんかこう言われて気がつくものじゃないじゃないですか。こう親が教育するというか、親が教育するというよりは親がその背中を見せるものだったりするし、そういったあの立ち居振る舞いをすることによって子供たちはそれを見て学んでいく、親が言うことは聞かないけれども子供たちは親がすることを見てるんだっていう、大人がすることを見てるんだっていうところじゃないですか。それをね、もうなんかこう今大人が責任を持って生きていくべきところはここだよっていう、あの提言もされてるような気がする。ごめんなさい、こう 今になって思うけど汗だくで話をしてるけど、外なんでね、公園めちゃくちゃ暑いですなんですけど、なるべく早いうちにということで自分の中でね、やっぱさ映画って私はね映画を見た時にこう誰かに伝えたくなるんですよ。で、それをねもう皆さん方に聞いてもらってるって感じなんですけど、ただねこれはね本当見てほしい、見ていただきたい、うん、いろんな意味で楽しめると思います。はい、未来を考えたり、そして何も考えずに笑えたり、そして、歴史上の人物を今だって調べたいもん、あれあの人は何をやった人だっけなってもう一度ね、でこんな風に描かれてるけれどもこういった側面があったんだよっていうこともちょっと散りばめられてたりするんで、それを自分でちょっと確かめたくなってる自分がいる。はい、いやー面白かったです。こんな感情を抱くなんて思ってもなかったです。もうこれが本当に結論ですね。はい。
やっぱこう百聞は一見にしかず、これいろんな方がね、いろんなこうね口コミとかねあると思うんですけども、人それぞれ好み千差万別でございますんで、これはあくまで私の感想ですけれども、はい、楽しかった、夏休みに公開されている意味がわかる、はい、子供たちみんな一緒に見に行こうって思った、そんな映画でした。